美しい自然の中でのお弁当、贅沢ですよね。水といえば、台所やお風呂の排水を未処理のままに川にっていう家庭もあるんですって。あ、所長の家は大丈夫ですか？当たり前のことです。所長、水が汚れます。いりませんよ。いりません。いらない。というわけで、今日の発見くまモンラボは、大切な海や川を汚さないため、地域のさまざまな状況に合わせて実施する生活排水処理について調査検証します。生活排水処理の方法として、どのようなものがありますか？水中の微生物の働きを利用しています生活排水処理施設で処理を行っています。主に都市部で整備をしています下水道、農村漁村地域で整備をしています集落排水施設、各家庭で設置する浄化槽などの種類があります。県内の整備状況はいかがですか？現在、県全体で約 84% の方は生活排水処理施設の整備地域にお住まいです。しかし、その中でも約1割の方が下水管に接続されていません。また、浄化槽設置者の方でも義務である年1回の法定検査を受けていない方がおられます。今後もきれいな水を守るために、生活排水処理施設の整備や周知などを進めていきたいと思います。浄化槽の法定検査を実施している熊本県浄化槽協会を訪ねました。浄化槽の機能を適正に維持するために必要なことはどんなことですか？はい、浄化槽の維持管理は法に定める技術上の基準に従い、浄化槽本来の機能を適正に保ち、放流水をきれいな水とするために不可欠な作業でございます。維持管理すなわち保守点検は、機器の点検、消毒剤の補給などを行います。次に、清掃は浄化槽内に生じた汚泥等を取り除いて機器の洗浄等を行います。そして工程検査は、浄化槽の維持管理方法や放流水の水質基準を検査します。この3つを行わなければ水質の保全は確保できません。利用者皆さんの理解が必要ですね。はい、熊本は豊富な水に恵まれた県です。浄化槽の保守点検、清掃、法定検査を適正に実施していただきたいと思います。熊本の豊かな水環境を将来にわたり守り続けることが私たちの役割です。浄化槽の保守点検、清掃の現場です。保守点検と清掃作業のポイントは？はい、浄化槽は微生物の働きによって生活排水を処理し、きれいな水にする施設で生き物です。微生物が活躍しやすい環境を作ることがポイントです。そのために、消毒剤の補給や機器類の洗浄、掃除をきちんと行うことが大事です。保守点検と清掃を業者の方にお願いされているそうですね。はい、専門の方から作業内容などを説明していただいているので、とても安心です。今後も維持管理を行い、浄化槽が機能を発揮して、私たちが使った生活排水をきれいにして地域に返すことができればと思います。はい、きれいな水を未来に残すためには、下水道への接続と浄化槽の適切な維持管理が重要なポイントであることが分かりました。なお、番組では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしております。抽選で番組特製図書カードが当たりますので、ご覧の要領でご応募ください。それではまた来週。次回の発見くまモンラボは、古代からの壮大なメッセージを一堂に集めた熊本県立装飾古墳館の魅力と、古代を学び親しむための多様な取り組みを調査検証します。熊本県の提供でお送りしました。